皆さん、はじめまして、コンブと申します。これからは僕もフラッター大学の方で動画を上げさせていただくことになりましたので、皆さんよろしくお願いいたします。で今回何をしていくかというと、まあ、僕が新しく、ゼンというサービス、このサービスの中で、えー、とフラッターの教科書という本をね、今書いているので、それ、 を紹介しながらですね、その流れに沿った解説の動画っていうのを上げていきたいのかなというふうに思っております。で、この本のコンセプトとしてはですね、えっと、フラッターとかダートとか、まあそもそもプログラミングすらやったことないよっていう人が、まあ、けどアプリは作りたいと、アプリを作りたいけど、まあじゃあどうやってやっていいのかわかんないっていう人が、フラッターからアプリ開発を始めるときに、 特に予備知識とかなしでも何なく読みこなせるぐらいの難易度で解説をしていこうという本になっています。で、そんぐらい丁寧に解説していくので、まあ、分量とかも多くなってしまってるんですけど、動画で解説した方がいいなっていう部分も書きながらすごくあったので、まあ今回からこのチャプターに沿って動画で解説していけたらいいかなというふうに、 思っていますではねえっ、ー、とまず今回の動画の中ではフラッターの環境構築をですね一通りやってフラッターの、まあ、最初にカウンターアプリっていうのが入ってるんですけどそのカウンターアプリっていうのがビルドできるっていうところまでを進めていけたらいいかなと思いますでその章が始まるのがこのフラッターでアプリを作る準備というチャプター3からになりますねでこの 教科書では、主にこの今使っている環境が M1 チップの MacOS なんですけど、この MacOS に沿って解説していくので、Windows についてはね、また後日別の動画で上げたいと思っています。なので、できれば一番最初に何も右も左もわからない状態の時って、完全に動作の環境が一緒になっていた方がすごくわかりやすいかなというふうに思いますので、 経済的に余裕があれば、この M1 の Mac を購入するか、まあ、何かしらの形で準備して進めていくと分かりやすいんじゃないかなと思います。で、環境構築自体はですね、まあ、そんなに大変ではないはずなので、まあ、手順通りゆっくりやっていけばいいかなというふうに思います。で、全体的な流れがね、どうなってるかっていうのをまず確認しましょう。でまず、フラッタをインストールしますと。 で、フラッターをインストールするだけだと、フラッターに書かれているコマンドっていうのがターミナルで実行できないので、まあ、それをターミナルで実行できるようにしましょうと。で、その後、まあ、今回、Android のエミュレーターで開発していこうというふうに思っているので、でそのエミュレーターを立ち上げるために Android Studio というソフトが必要です。その Android Studio をインストールしようとで。Android Studio をインストールしただけでは、Android エミュレーターっていうのは まあそのままでは使えないので、Android エミュレーターっていうのを生成して、それを使えるような状態にしようと。で、まあ、ターミナルから f l u t t e r の新規プロジェクトを生成して、最後にその作ってあった Android エミュレーターで f l u t t e r のカウンターアプリっていうのを動かせましたっていうところまでを今回やってみたいと思っています。ではね、早速 f l u t t e r のインストールっていうところからやっていこうと思います。f l u t t e r のインストールはですね、 このページにアクセスしていただくと、get the f l u t SDK というのがあるんですけども、ここに Apple Silicon っていうのがありますね。最近の Mac はまあ大体この M1 チップで Apple Silicon になっていますので、これをダウンロードしていく形になります。ZIP ファイルをこれそのままダウンロードしましょう。ダウンロードちょっと時間かかるんで待ちます。はい。ではね、ダウンロードが完了いたしました。 で、Apple s i l じゃないよっていう方は、こちらの Intel のところからダウンロードしていただければと思います。ダウンロード完了しましたので、まあ、おそらくですね、ファインダーの中にダウンロードディレクトリがあって、まあ、その中に入ってるんじゃないかなというふうに思います。これですね。これさっき失敗したやつが入っちゃってますね。で最近の Mac は、まあ、ダウンロードするともう直で、こういうふうな形で ZIP ファイルが展開されている状態になっていると思います。 これ展開されてない場合は、おそらくダブルクリックをしていただければ展開できると思いますので、展開してくださいで。そしたらですね、自分のホームディレクトリをまず開きます。で、ここの中にホームディレクトリがない方っていうのがいると思うんですけど、まあ、その場合はですね、多分ファインダーの環境設定とか開いていただくと、このサイドバーっていうところに、まあ、ここ何表示されるかっていうのを選べますので、まあ、この中に自分の ホームディレクトリーっていうのがあると思いますのでこれを選んであげてくださいでその中にえっと今回ディベロップメントっていうフォルダを作りますこうですねディベロップメントフォルダを作りましたとそうしましたらまあファインダーで新規ファインダーウィンドウを開いてさっきのねダウンロードフォルダーにある このフラッターのホルダー丸ごとをこのディベロップメントホルダーにドラッグアンドドロップして突っ込んでください。そしたらディベロップメントホルダーの中にフラッターが入っていることが確認できます。でこれでね、インストールの方は終了です。簡単ですねで。そしたらですね、次はターミナルを開いてもらいます。フラッターの教科書に戻ってくるんですけども、まあ、ターミナルでね、 このフラッターバージョンっていうのを実行したいんですけども、ターミナルを開いていただきたくて、ターミナルはこのコマンドスペースを押すとね、スポットライトっていうのが出てくるようになるんですけど、ここでターミナルっていう風に、ターミナル、打っていただくと、これで開けますので、開いてあげてください。で、このフラッターバージョンっていうのも実行してみます。そうすると、まあ、もうコマンドノットファウンド、 まあこのコマンドは見つかりませんよというふうに出てきてしまいます。で、これは、まあ一般的に言うパスが通っていないという状態なんですけども、まあそれはですね、このデベロップメントフラッタービンのフラッターバージョンというふうに打つと、まあこれは実行できるという状態になってるんですね。で、この場所に探しに行かないと、まあ、これは実行できないと。で、普通に どこでも打って、このフラッターバージョンっていうのを実行させるためには、ここにフラッターっていうのがいるよっていうふうな感じで知らせてあげる必要があります。コンピューターにね。それをどうやってやるかっていう話で、まずはこのシェルのタイプを調べるっていうのをやる必要があります。で、エコーシェルっていうふうに、このターミナルで打ってみましょう。そしたらね、これはスラビンスラ zsh っていうふうに出ました。 これは Z シェルっていうものがこのターミナルで動いてるっていうことになります。すら bin すら bash って書かれてる人もいると思うんですけども、これは bash っていうのが動いてると。で、それによって実行する内容が変わります。詳しくはね、このフラットの教科書に沿ってやってみてください。実行するコマンドはね、ただただ一つ。この一行。Z シェルの方はこれ。bash の方はこの下のやつを実行すれば大丈夫ですと。 で実際に実行してみましょう。これ大きくした方がいいかね。うん。先ほどのターミナル開いていただいて、これで実行すると。で、これを反映させるためには、このソースっていうこれを打たなければいけないので、これを実行してみましょうと。で、これでさっきのフラッターバージョンが実行できるかっていうのをやってみたいと思います。で、これ、 キーボードのね、矢印キーの上を押せば、前の打ったコマンドが出てくるので、そこから探してフラッターバージョンを打ってみましょうと。するとね、ここでちゃんとフラッターのバージョンが表示されたっていうのがわかります。こういう風にコンピューターでフラッターの場所を伝えるっていうのはパスを通すという風に言います。まあこれ以降、これ一回やっちゃえばね、もうこれはやらなくていいので、あんまり覚える必要はないんですけども、頭の片隅に留めておいてください。では次はですね、 Android Studio の方をインストールしていきたいと思います。でこのリンクにアクセスしてください。遅い。あするとですね。おなんか変なとこに飛ばされた。あ、これですね。で、Windows の方だったらこれとかですね。で、Mac で、えっ、ー、と、この ARM って書いてるやつですね。これだったら Apple Silicon の方はこっちと。 で、インテルの方はこっちをダウンロードすれば OK です。で、今回 Apple Silicon なのでこれをダウンロードしていきます。うんと、ライセンスとか、まあ同意書みたいな感じですかね。で、これをチェック入れてダウンロードと。で、またまあ時間かかっちゃうんですけど、それ待ちましょう。それではダウンロードできましたので、Android Studio を開いていきます。で、先ほどダウンロードしたやつはまたファインダーの中のダウンロードフォルダの中に DMG っていうのが入ってますので、これをダブルクリックしてあげてください。そしたらですね、こういうのが開きますので、これドラッグドロップしてあげます。おぉ、なるほどね。パスワード入力制アット。これ普通に僕、別のアカウントでやってるから出てますけど、普通の方は出ないと思うので、そのまま素通りしてください。 またコピー時間ちょっとかかりますけど待ちましょう。コピーできたんでね、ファインダーの方のアプリケーション中に Android Studio がいると思います。それを開いてあげてください。で、これでインストールができたんじゃないかなというふうに思います。で、これ出てこなかった人っていうのは、まあいると思うんですけど、この インストールタイプっていうのが出てきた人は、フラッターの教科書に沿ってそのままやってみてください。まあ、ポチ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 と、next next って押していくだけなので、まあ、そんなに難しくはないと思いますで。そしたらですね、Android Studio が起動しましたので、この more action からですね、バーチャルデバイスマネージャーというのを選択して、次は Android のエミュレーターですね。それを作っていきたいと思います。でもこれできてるんですけども、 えっと、ク r e a t e d e っていうのを押すと、えっ、ー、と、作っていくことができます。でここで、まずですね、まあ、どのやつを作るかっていうのを選べますと。まあ、Pixel 3とか、Pixel 4とかでいいのかなと思います。今回、Pixel 3にしてみますか。今回ね、Other i m a g e っていうところにある、この32 ARM64 V8A っていうの、M1 チップだからですね。 この ARM っていうアームっていうところを選んでおります。まあこれそうじゃない人はですね、別にこの上の X8664 のところを選んでいただいてもいいですし、まあ、このレコメンドされている、これを普通にダウンロードしてもいいかなというふうに思います。これポチポチとね、NEXT、NEXT と、まあ、名前決められたりね、デモ、フラッターみたいなね。 名前ととかも自由に決められますとこれフィニッシュ押すと作られるんじゃないかなというふうに思いますこういう形で作ってみてあげてくださいそしたらねこれはまあ今作ったけどいらないんで消しときますこういう形で作られたやつをまあこれ開いてみましょうかこのような感じでねエミュレーターが立ち上がると思います 立ち上がったらですね、次はフラッターのプロジェクトを新規で作っていきたいと思います。で先ほどパスを通したので、まあ、どこからでもフラッタープロジェクトっていうのが作れますと。まあ、どこで作るのかは自由なんですけども、まあ別にあまり何も考えなくていいので、今このホームディレクトリっていうところにいます。自分のいるディレクトリを確認したいときは pwd というふうに打つと出てきます。僕のユーザー名がコンブなので、ユーザーズコンブとなっています。 コンブっていうところは皆さんのユーザー名になっているかと思いますこの状態でフラッタの新規プロジェクトを作るにはですねフラッタークリエイトとでこの後アプリ名を打つんですけども今回はサンプルなのでサンプルと打ってエンターですこれだけでねあのフラッターのアプリケーションが新規で作られます まあちょっと長いかもしれないですけどね。全然長くなかったですね。で、ここに書かれているように、まあ、サンプルっていうホルダーができているので、cd サンプルって打つと、まあ、cd っていうのは多分カレントディレクトリみたいな意味合いなんですけど、あのー、このサンプルっていうホルダー、ディレクトリーとホルダー一緒な意味です。で、ホルダーにこれ移動するっていうことができます。で、移動してあげますと。で、移動してあげて、flutter run というので、 ラッターのアプリケーションを実行することができますので打ってみましょう。中、まあ、ごちゃごちゃいろいろ出てますけど、ラニングレードルタスク、アセンブルデバッグみたいな、まあ、ぐる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 回ってるので動いてそうですね。で、うまくいくと、ここで実行されるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、初回は結構ビルド時間かかるんですけど、まあ、2回目以降はそんなにかかんないので。 おおなんかいろいろ失敗してますね。えっ、ー、と、このインストールフィールド、インサフィシエントストレージ、まあ、ストレージ用の容量が足りてないよというエラーですね。こういうエラーがもし出た方、まあ、初回一発目は出ないと思うんですけど、出た方はですね、このワイプデータっていうのをやってあげてください。うまくいったかな。これを一回閉じるのかな でこれで容量を少なくしてあげると実行できるようになるのかなというふうに思います。まあ、データ容量が足りてなかったっていうことですね。立ち上がるまで待ちましょう。立ち上がったのでフラッターランしてみます。 はい、動きました。で、これがサンプルのアプリになります。これはめちゃめちゃ簡単なアプリで、右下にこのプラスボタンがあるんですけど、これを押すと、こういうふうにカウントアップしていきますよというだけのアプリです。これでフラッターのアプリを PC 上で動かせるようになりましたので、まあ、次回からはですね、えー、とちゃんとコードの方を書いていって、フラッターのアプリの作り方っていうのを学んでいきたいと思います。じゃあ、今回は以上になります。また次回もよろしくお願いします。 えっとでね、えっと、フラッターの教科書を読んでいけばね、そもそも理解できていくよっていう人は、このフラッターの教科書、全に無料で今公開されているので、この本の通りに進めてみてください。フラッター大学にも興味あるかなって思われた方は、えっと、概要欄の方にリンク貼ってありますので、そちらの方からチェックしてみてください。よかったら高評価ボタンもよろしくお願いします。